いやもう珍しく動画撮ってますけど、あのねめちゃくちゃ面白かったですわ。今これ東京芸術劇場の、前池袋です。あの根本修子さんのあのお芝居、プレイハウス見に来たんですけど、もともとギャングパレード、まあ、アイドルグループバックのね、メンバーがみんな出て、でちゃんと役を割り振った上でやるお芝居 であのこう番組的には僕はあのミュージカル桃源ラムとかという鳥越裕樹さん、も出ているというので、あのまあねあの今回スケジュールすごい難しかったんですけど、これは何かあるだろうと思って来てみて、やばい、むちゃくちゃ面白かったです。なんていうのかな、何かがあると思って、期待してる人は全員来た方がいいです。全方位的に面白かった。ギャングパレードの単独ライブも、ミュージカル刀剣乱舞も根本翔子さんのお芝居も全部見せていただいたことがありますが、全部の何かが好きな人たちが全方位的に新しく何かが、好きになる。で超エンターテインメントなんですけど、エンターテインメントってやっぱりなんですかね、あのディズニーランドが素晴らしいみたいな、まあそれはあるじゃないですか。ディズニーランドが素晴らしいけど、あの新しい価値観を揺り動かすというよりは今までの大切な価値観を受け継ぐみたいなやつじゃない。これね明らかに他の人が言ってないこと言ってます、これは面白かった。全て新しいものが、あるという人たち、あの僕はおすすめできるなって思いますね。なんか平日まだあるらしいんですよ。いや本当初日の夜見に来てよかった。今8月の25日の夜9時過ぎですけどね、本当見に終わった後で、興奮冷めやらないうちに喋、ってみました。いやもう一回目だけどスケジュールないんだよね。面白かったです。